田駅も発車したことだし、今日も一日新幹線の車掌として元気に頑張るぞ。おっと、それはそうと車内放送して車内巡回をしないと。この列車はこだま730号新大阪行きです。次は小倉です。皆様、おくつろぎのところ誠に恐れ入ります。ただいまから乗車券特急券を拝見いたします。お客様、室内の空調温度はいかがでしょうか。そういえば思い出すな、私が宇宙警備隊の隊員となったのは3年前。それからダークマインダーによる侵略の魔の手から銀河の惑星を救うために警備活動を続け、そして彼を追ってこうして地球にやってきたんだ。私は必ず地球のみんなを守る。そして今は悪の手先となっているダークマインダーの心の闇もいつかきっと照らしてみせるんだ。俺様が誰かわかるか。そうだ、俺様がダークマインダー様だ。俺様が悪のオーラを使って人間たちに身勝手な行動をさせているのだ。それにしても忌々しきは感染じゃ。思い出しただけでも虫ずが走る。やつはこの山陽新幹線での戦いにおいて俺様が繰り出した怪人たちをことごとく退け、それどころか改心までさせてしまった。なんというやつだ。この恨み決して忘れるものではないわ。だが感染じゃ、西の弱点は優しすぎること、そして人間を信じかばうことが分かった。そうだ、いいアイデアが思い浮かんだぞ。怪人の中でもよく戦ったポイステをもう一度蘇らせ、奴の弱みを徹底的について今度こそカンセンジャーを倒してやろう。いでよ怪人ポイステ、マリオネットプラズマ。作動したわよ。すぐに変身準備よ。乗務室に向かって。500系乗務室、変身起動プログラム接続手配完了。ミシ、準備ができたわ。変身よ。待って、車内には再びポイステが出現しているみたいだわ。ポイステ、やつなら以前に倒したはずでは。どうしてかわからないけどまた現れたようね。ダークマインダーも近くにいるかもしれないわ。十分に注意して。シュポ、私はマナーの悪い人の心をもとにダークマインダー様によって作り出された怪人ポイステ。一度は感染者に不覚を取りましたが、ダークマインダー様の力により再び蘇りました。ダークマインダー様になり代わり、今一度悪のオーラを振りまいて人間とやらにもっともっとゴミを捨てさせて車内を大混乱に陥れてみせましょう。それぽいぽいぽいぽぽいのぽいあぽいあぽいぽいあぽぽいのぽいあぽい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 。皆さん本当にお行儀が悪いですね。瞬く間に車内は大混乱しましたよ。作動よし、ジャスティス作動よし、チェンジ
到着。いつも君が待て、ポイ捨て。以前倒したのに懲りずにまた現れたのか。懲りない、面白いことをおっしゃる。私の体はもともと人間たちが車内に捨てたゴミに宿る悪のオーラでできているのですよ。人間たちが身勝手にゴミを捨て続ける限り、私はいつでも蘇ることができるのです。なんだと。では何度でも懲らしめてやる。チャージサンダーと。私の役割はここまで。あなたの攻撃はこれ以上食らわないようにおさらばいたしますよ。ポポイのポイ。あなたは何も分かっていないようですね。何度も申し上げた通り、もともと私は人間の心でできているのです。何度私を倒しても同じことですよ。さてさて、私のいない今、あなたはどうやって人間たちの悪のオーラを取り払うのでしょうね。以前のようにはいきませんよ。そうだ、洗脳された人間にあなたの得意な必殺技を出してみてはいかがですか。ただし、あなたの必殺技を受けた人間たちはどうなるか。センジャーのやつめ、心が大きく揺らいでおるわ。感染者よ、やはりお前の弱点は優しすぎることだな。よし、この隙に感染者を攻撃し、お前の両親とやらも捨ててもらうことにするぞ。心が揺らいでいるせいか、全く力が出せていないようだな。今日こそは貴様をやっつけてくれるわ。くらえ、マリオネットプラズマ。卑怯な、これは身動きが取れない。このままではやられてしまう。くたばれ。このままでは。医師さん、ポイステイの言葉を信じたらダメだよ。ポイステイを誕生させたダークマインダーを倒せば人間の心も元通りになるよ。そうなのか。しかしこのままではパワーが足りない。今怪人ポイステイに惑わされ、さらにダークマイナーの悪のオーラを受けて急速に力が弱まっています。でも感染者には大きな力の元が存在します。それはみんなの感染者っていう大きな声援です。お願い、みんな一緒に感染者に声援を届けて。いくよ、せーの。力が蘇ってきた。優しい。みんなありがとう。これでダークマインダーとも思う存分戦えるぞ。何、感染者、貴様力を取り戻したというのか。俺様を攻撃しても人間たちの心は元には戻らんぞ。そのような嘘には騙されないぞ。この場でお前たちの企みを打ち砕いてやる。チャージサンダーショット。
子で感染者を倒せたはずなのに。覚えておれ感染者、次は必ず必ず貴様を倒してやる。待て、逃げられたか。医師お疲れ様、ダークマインダーは去ったようだわ。ジュニア、君は評判通りの天才だ。君の一言がなかったらやられていたよ。ジュニア、ありがとう。お手柄ね。どういたしまして。皆さん大丈夫ですか？ あれ僕たちは一体何をしていたんですか？皆さんはダークマインダーの邪悪なオーラに染められ身勝手な行動をさせられていたんです。そうだったんですか。助けてくれてありがとうございました。皆さんご迷惑をおかけしてすいませんでした。皆さん、私はこれからも地球の平和を守るために戦い続けます。そしてそのためには今日のような皆さんの声援が必要なのです。またいつか皆さんと山陽新幹線のどこかで会える日を楽しみにしています。さようなら。感染者に大きな拍手をお願いします。感染者どうもありがとう。みんなの元気いっぱいの応援があったからこそ勝つことができたね。本当に素晴らしい。